曖昧みたいなところでみんなで分かり合ってみんなで分からないって言ってるものがいう世界が好きなんだ。朝の瞳に映って嬉しい楽しいと言い合って、初めまして、安心して任せられる人と出会えてるんだ。曲が持ってるパワーとか言葉が持ってるパワーに全部なんか背中を押されてる感じというか、進め想像以上の自分へさよならしなきゃなと。あやさん何やったんですか。あ、僕ですか、うん、一番やっぱ爆発が爆発なんかチームがいるから安心してるっていうのも もちろんありましたから。タートルネック男今日もタートルネック男お前それは悪意があるぞ。めちゃめちゃいいよね。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。なんとなく片岡さんは絵描ける人だと思ってましたっていういやでもね、そう思われるんじゃない、やっぱ、まあ、そうそう。こんなにも突然にやってくる終わりは夢にも思わなかった。さよならしなきゃなと言葉にして、君の頬を流れ、私じゃ優斗を幸せにできない。これできたからさ。完成させてくれたんだ。